はい、こんにちは。今日はこんな感じの絵を描いていきたいと思います。じゃあちょっと久々に、下絵から簡単な、下絵なんですけど描いていきますね。ちょっとねシャーペンなんでね、線がちょっと見にくいかもわかんないです。ごめんなさい。多分このくらいの線はですね、完成するともう見えなくなります。絵の具が乗ってくるので。だから、もっと濃く描いても本当はいいんですけどね。もうちょっと僕の癖もありまして、ちょっとあんまり下絵をなんか当てにして描かないところもあったりするので、あんまり力が入ってないんで線が薄いんですよね。皆さん描くときはもうちょっと濃くてもね、結局見えなくなります。絵の具が乗ってくるから。空の雲とかはね、ちょっとね色が薄いので、ちょっと空の雲なんかは残るかもわかんないですね、あんまり濃いと。それ以外は多分ほとんどもう見えなくなります。だいたいもうこれくらいで、他はもうあと色の段階でって調整していくので、下絵はもう多分これくらいで終わりですね。グレーオブグレーというのを塗って、空がですね、写真では真っ白いとこ、まあ、真っ白い雲が見えたりするんですが、ちょっと今日は真っ白い雲の部分はグレーで表現しておきます。ところどころ紙の白がですねちょこちょこと残ってますけど、あまりバッチリがっつり全部塗りつぶすというふうに思わなくてもいいと思います。まあ、僕もね全部塗りつぶす時もあるんですけど、今日みたいにポツポツと白いところが残る描き方もやったりします。まあ、どっちがどうっていうわけじゃないんですけどね。光を表現してみたいと思ったりとかで、ちょっとキラキラしてるような表現したい時は、ところどころ紙の白を残すように描いてます。緑色も、比較的明るいところで、ここからですね、影、濃いところをちょっと表現していこうと思います。建物がね、平面からの写真なんで薄っぺらいですよね。真正面ですからね、厚みが全然感じられないんで。だからレンガの色とか、もう無理やりにちょっと影をつけてみたりとか、とかやらないとちょっと建物が 薄っぺらくなる可能性がありますね。なので今レンガの色が違うところを表現してみ、そういうところをカバー しようとしてます。これなんかもう屋根の日差しの影をちょっとオーバー気味に描いてますね。実際こんなに影はないんですけど、ちょっとオーバーに描いてます。まだまだ今は下絵の段階ですね。窓にちょっと暗いブルーを入れてます。写真ではね実際こんな濃くないんですけど、ちょっと一旦濃くして、あとからちょっと光をまた入れていこうと思います。窓を描くときも、四角い窓でだから四角く描くというのはね、もう僕やらないですね。例えばやっぱりイラストっぽくなったりするので、物の形はね、できるだけ忠実に描かないようにしてます。
結果的にはその方が、落ち着きやすいというか絵にはしやすいですね、その方が。もうこの辺りの筆さばきも、まあ、乱暴といえば乱暴ですもんね。とっても乱暴なんですけど、細かく表現しようとすると、まあ、僕はちょっと違うかなと思うので、できるだけ細かくは描かないようにはしてますね。まあ、ちょっとこれね、早送りなので、実際こんなに早く筆は動いてないんですけど、ごめんなさい、ちょっとそこはちょっと、お伝えできないんですけども、ゆっくりでいいので、物の形を捉えないように描く。ちょっと難しい言い方をしてしまいますけど、あの窓のところを見てもらうと滲んでますよね、窓がね、濃い色がね。でも正確な窓の四角を描いてないけども、もうこれ窓って伝わりますよね。それもあの、まあ四角い窓っていうのは多分伝わらないですけど、窓があるなっていうのは伝わると思うんですよ。それで十分かなというふうに思います。あと全体の絵のバランスからいくとですね、あの窓だけを妙に四角をきっちり描くとやっぱりおかしくなっちゃうんで、今やってるのはちょっと明るいところを表現してます。写真ではないんですけどね、写真ではこんなにあの何か光ってはいないんですけど、まあこれもやっぱりあの今回建物があの単純なちょっと平面的なところがあるので、この窓の部分でもそれをカバーしようとしてます。ちょっとでもこう何か立体的に見えればいいなと。壁の白いレンガね、ところどころ白っぽいところがあるので、それを今表現してます。ちょっと今から樹木描きますけど、葉っぱを表現しないようにしてます。できるだけ風に揺れてるような感じにしようと思いながら描いてます。
シャドウグリーンとセピアを今混色してますね。だいぶ濃いグリーンです。ですね、今枝を描いてますけど、これ枝はなくてもよかったかもわかんないですね。枝なくても十分伝わったかもわからないです。で、これ描いたらもう終了ですね。今日は全体的に実際かかった時間は1時間ぐらいなんですけど、はい、終わりました。まあ、近くで見るとね、ご覧の通り雑いんですけど、ちょっと離れて見るように書いてますので、離れて見るとその雑いところが融合し合ってにじみ合ってね、見えたりします。はい、じゃあ今日はこんな絵でした。ありがとうございました。